長崎県立大学は、長崎県佐世保市川下町123日本部を、奥日本の公立大学である。1967年に設置された。大学の略称は、県大、長県大。公立大学の中でも歴史が古く、1902年の長崎高等女学校創立から、統合、分離を経て2008年に、 現在の長崎県立大学になった。大学生、大学院生の数は3000人を超える総合大学である。人間を尊重し、平和を希求する精神を備えた創造性豊かな人材の育成、長崎に根ざした新たな地の創造、大学の総合力に基づく地域社会及び国際社会への貢献新しい時代に挑戦し、 地域社会を創造し担う人材が備えるべき力を、本学では、県三次からと名付けている。クォーター制長期インターンシップや海外語学研修等への柔軟な対応、また、集中的な学習による教育効果の向上を図るため、全学部学科において4学期制を導入している。新級、卒業要件新級、卒業要件として課されている。 必修科目の取得のために一部の学科では資格試験の合格が必要となる。経営学部、地域創造学部の一部の学科では、税理士、試験員1科目、日照簿記検定2級、FP 技能検定2級、販売士、検定2級、ニュース時事能力検定2級、日経テスト430点以上などの難関資格、また情報システム学部では、 IT パスポート試験、基本情報技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験などの国家試験の合格が必須となる。また、国際経営学科と国際社会学科では、t o e i c 730点以上というハイスコアが要求されており、いずれも学生たちにとって疑問となっている。島鍋プログラム。 長崎県の島を佐世保港、シーボルト港に次ぐ第3のキャンパスとして位置づけ、学生が主体的、実践的に学ぶ PBL 学習法を導入すると、共に島での体験を通じて、グローバルな視点を持ちローカルな視点で地域課題に取り組むことができる人材の育成を目的とした教育プログラムとして、島ナビ、プログラムを行っている。 元々は2013年に文部科学省の地の拠点整備事業で採択されたプロジェクトが発端となったもので、事業終了後も全額必修科目として継続させており、新入生全員が履修している。まず、学生を5から10人ほどの班に編成し、PBL によるフィールドワーク計画の作成を行う。その後、島で4泊5日のフィールドワークを実施し、 まとめ、発表会へとつなげていく。優秀なプロジェクトは、大学と島を中継で結び、大規模な全体発表会で報告する。高校までの受け身の学習から、大学の能動的な学習へと転換させ、2年次以降の専門科目での深い学びにつなげていくのも、狙いの一つである。留学制度国際経営学科と国際社会学科では、 海外語学研修が必修化されており、夏休み春休み期間中の3週間から1ヶ月を利用し、欧米、オセアニア、アジア地域の大学やフィリピンセブ島の語学学校にて研修を行い、英語、中国語の運用能力や異文化コミュニケーション能力の向上を図っている。国際社会学科の海外語学研修では、ホームステイを課すことでネイティブとのコミュニケーション能力や、 主体的に行動する力を培う。また、国際経営学科では3年時に3週間ほどの海外ビジネス研修を行っており、シンガポール、ベトナム、タイなどの日系企業、現地企業で研修を行うことで、グローバル感覚を持ったビジネス人材を育成する。その他、希望者には全学部、学科の学生を対象に、 国際交流締結校との交換留学の機会もあり、留学先で習得した単位を卒業要件単位として認定できるため4年で卒業可能となっている。佐世保校では市内の米海軍佐世保基地内のメリーランド大学ユニバーシティカレッジで開校されている英語力強化プログラムに就学することができ、市内にいながらバス留学することができる。インターンシップ3年時に 一部の学科において2から4週間の長期インターンシップを必修科目として設けている。学科単位でのインターンシップを必修化したのは全国の国公立大学では史上初の取り組み。実際の仕事現場で経験を積むことで企業とのミスマッチを防いだり、卒業生の約4分の3が県外へ流出する中、県内就職者を増やすことがプログラムの目的。 主なインターンシップ研修先は、県内の企業や公共機関であるが、情報システム学部では、長崎県内だけではなく、福岡県、東京都などの情報関連企業、国際経営学科では、シンガポール、ベトナム、タイなどの日系企業、現地企業で研修を行う。インターンシップを通して、日本電機、あずさ監査法人、 住友伝送などの大手企業から内定を獲得した学生もいる。就職支援大学独自の就職支援システム3キャリアを1年次からパソコンスマートフォンで利用できるようになっており、キャリア相談や就職支援、イベントセミナーの実施スケジュールの確認や参加予約全国1万社を超える企業から大学に届く求人情報やインターンシップ情報、 卒業生の就活体験談の閲覧などができる。また3年時には大学オリジナルの就活手帳も配布される。佐世保校では毎年11月に3年生を対象とした佐世保就職セミナーを行っており、教員、卒業生、4年生による実践的な面接指導等をしている。旧長崎県立女子短期大学。 旧長崎県立長崎保健看護学校の遠隔も含む歴代学長現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム文部科学省現代的教育ニーズ取り組み支援プログラムとして一件のプロジェクトが採択された地の拠点整備事業文部科学省地の拠点整備事業として一件のプロジェクトが採択された大学館 連携共同教育推進事業文部科学省大学間連携共同教育推進事業として2件のプロジェクトが採択されたグッドデザイン省長崎県立大学九州オリエント測量設計株式会社長崎市共同プロジェクト国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 NEDO 戦略的情報 通信研究開発推進事業総務省、戦略的情報通信研究開発推進事業、地域 ICT 振興型研究開発として一件のプロジェクトが採択された。佐世保校、体育部分株活動シーボルト校体育部分株、活動キャンパス整備計画二0十六年度の学部改編後を目途に老朽化した校舎である本館、管理棟、講義棟、大学院棟。 学生会館、武道場の建て直しとキャンパスの整備を計画している。本館の管理部門は、各課の集約課、バリアフリー課などで利便性を向上する。講義部門は、学科再編カリキュラムに対応し、中小教室や演習室を増設する。学生会館の福利構成部門は、食堂の座席を500席に増やし、民間企業の参加も検討する。武道場は、 複数のサークルが活動できる環境を整備する。また、新校舎の一部に地域住民との連携拠点となる交流施設を新設する。2016年度から2から3年ほどかけて整備計画、調査を行い、その後、早ければ2018年度から校舎とキャンパスを整備していき、2024年度までの完成を目指す。既存施設の機能を稼働しながら建て替えていく。 ローリング方式を取るため、仮校舎等を設置する予定はない。施設規模は12,680平方メートルで、事業費は最大57億円を見込んでいる。新校舎は、新館講義棟情報処理棟研究棟付属図書館等の既存施設や、佐世保市の赤レンガ倉庫等の近代化産業遺産との共存にも配慮した赤レンガ焼きを用いた、 落ち着いた雰囲気となる予定。また、中央部には、スケール感のある、グリーンコモンを配置し、光が差し込む、憩いの場を創出する。正門には巨大なゲートプラザを設置し、地域住民も入りやすいように開放的な入り口を設ける。駐車場、交通事情交通アクセス、周辺情報セキュリティ山岳共同研究センター、建設計画情報セキュリティ学科の学生、 教員と IT 企業が共同研究する情報セキュリティ産学共同研究センターを2023年に西東の西側に開設予定。入居する IT 企業と大学が連携して情報セキュリティの専門人材を育成し、近年長崎県に進出が相次いでいる情報関連企業のさらなる誘致を目指すのが狙いである。施設は3階建てで1階は、 セキュリティ演習室や企業と学生の交流スペース、企業向けの研究室を設け、2階と3階は教員の研究室や学生の実験室として使用する。施設の入り口には一般開放可能なフューチャーコリドを設け、企業の研究内容や大学の研究学習の発表の場として利用する。フューチャーコリドからはサーバー室や演習室がガラススクリーン越しに、 中の様子や活動が見えるようにし、また内部の様子をデジタルサイネージにてライブ配信を行う。施設のデザインは過度な装飾を一切排除した機能性重視の大学としてふさわしい衣装のものとし、ファサードは自然由来の木製品にて視界を確保しながら西日を制御する。交通アクセス周辺。ありがとうございます。